誰もいないなぁ。空が青いなぁ。こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆきくり不動産です。いつものように物件資料をペラペラと眺めていて、むむむ、な物件を見つけてしまいました。なんでも、賃貸で住んでもいいし、お店をやってもいいし、楽器演奏してもいいし、なんなら転退してもいい、というめちゃめちゃ変わり種な物件のようなんです。そんな不思議な物件、誰の仕業なのかは当チャンネルをいつもご覧いただいている皆様はお気づきかもしれません。そうです。作ったのは当チャンネルが良好な関係を超えたズブズブな関係にあります。ビーフンデザインさん。いやぁ、やってきましたよ。僕たちのビーフン。今回はビーフンさんから。自由な家、作っちゃいました。なんてご連絡をいただいたわけですが、これまで内見してきたビーフンさん物件を思い返すと、いや今までずっと自由なんて思いながらも、ビーフンさんがそう言うからにはよっぽどの癖あり物件間違いなし。というわけで今回は東京都板橋区にやってきております。大好き板橋。さてさて、今回はどんな変態物件を内見できるのか楽しみでなりません。早速行ってみましょう。というわけで着きました。はっ、これは皆様、覚えていらっしゃいますでしょうか？約1年半前、あれは当チャンネル立ち上げ間もない頃、借りる前に泊まれる家、という物件を内見させていただきましたが、あれやないかい。確か、ホテルでも賃貸住宅でも使えるように設計されていて、時代の変化に合わせてフレキシブルに変化するハイブリッド物件だったはず。へぇ？どげんなとうと？この物件、改造しちゃいました。はっ。これは変態ではなくビーフンさん。いやぁ、懐かしいなぁ。ビーフンさんとの出会いはここから始まったのかと思うと感慨深いです。あの頃は初々しかったですね。まさかここまでズブズブな関係になるとは思いませんでしたよ。お互いもう引き返せないところまで来てしまった。中は思い切って作り替えてあるので、面白い作りになっていますよ。早速行ってみましょう。あ、待ってー。はい、こちらが玄関。室内は約35平米のワンルームのようですが。なんじゃこりゃー。いきなりはしごに。壁一面漫画コーナー。はしごの上はロフトになっているようです。ビーフンさんおなじみ立体仕様が序盤から全開の作りですね。で、こちらの漫画コーナーですよ。文庫版はもちろん、ちょっと大きめ B6 版にも対応していて。ジャンプやマガジンも入るやないかい。これはワイングラスとワインボトルがぴったり収まるようになっています。やってんなぁ。もはやワインショップやないかい。ここは今でもホテルとしての用途はあるのですが、改造後は普通に賃貸で住んでもよいし、住みながらお店もできるように作り替えちゃいました。なるほど。カジュアルフレンチやイタリアンのお店として使うなら、ワインのコレクションをディスプレイできるし、ゆっくり不動産カフェなら人気マスコットを飾るスペースとしても使えそうですね。いやぁ、さすがビーフンさん。玄関からして異次元な空間がデザインされていました。ん？ここだけ白くないのは何か理由があるんでしょうか？ここは収納を取り外せるようになっていて、エアコンが設置できるんですよ。エアコンの位置の癖がすごいんじゃ。いや、エアコンの位置としては至って普通なのかもしれませんが、壁一面がこうなっていると、とてもエアコン置き場には見えません。それでは奥へと進みましょう。こちらのはしごは後ほど登るとして。何やら手前にカウンターとチェアがありますね。で、これは完全にお店映え。都内によくあるおしゃれ飲食店のような感じで、ふわとろパンケーキとかクレープとか、スイーツ系なんかが食べられそう。続いてこちらはカーテンで仕切られていますが。なんとテラス。お店をやるならテラス席として自由に使えます。なるほど。外だけどなんとなく囲まれてて、落ち着いて食事できそうですね。地面にウッドパネルなんかを敷いて、観葉植物を置いたらかなり雰囲気良くなりそう。夜はいい感じの照明を置くとなおよしですね。普通に住むなら物干しスペースでしょうか。ということでお部屋の中へと戻りましょう。玄関側を振り返ってみるとこんな感じ。あ、玄関横にもカーテンがあったんですね。せっかくなので開けてみましょう。おお。外から光がふんだんに差し込んできて、めちゃめちゃ明るいです。
あ、土間はモルタル仕様になっていたんですね。壁面収納に圧倒されてしまい、土間を見るのを忘れてしまっていました。で、こちらが先ほどから気になっていたカウンターですね。ワンルームでありながら、これだけ調理スペースに奥行きがあって、居心地のいい個人店という印象。実はここはもともと2部屋だったのですが、今回の改造で1部屋にしたんです。ちょうどグレーの木枠に沿って壁があったイメージですね。そうだったんですね。ちょっと以前内見した映像ば。このお部屋は荷物を最小限に、料理はあまりしない人を想定していたかと思いますが、2部屋を1部屋にしてしまうことで、がっつり料理できちゃう。いやむしろ、お店までできてしまう部屋に大変身したわけですか。で、こちらは。ここは洗濯機スペースともともとあったキッチンです。キッチンの半分を解体して洗濯機スペースに改造しました。なるほど。パッと見は手洗い場のように見えますが、もともとキッチンだったんですね。洗濯機の排水は、ここからお隣に繋がっているわけですか。で、換気扇があった場所には、エアコンが設置済み。お店にする場合は、カーテンで洗濯機を隠せるようにもなっています。続いてこちらは、水回りでした。換気用の小窓ありです。水回りはいわゆる3点ユニット式。ここは、もともとホテルとして作られた経緯があるのでこのスタイルなんでしょうか。ということで水回りは以上でしょうか。玄関明る。キッチンの入り口発見。この下を潜っていくスタイルですね。それじゃ失礼して。よっこらしょ。いやー、これは完全に食堂スタイル。で、潜っていきなりのポジションにキッチンがありました。は。今気づいちゃったんですが、反対側のキッチンと形が同じですね。そうなんです。こちらのキッチンは解体せずに、元々のまま残してあります。なるほど。カウンターを潜ればキッチンのビフォーアフターが見れるユニークな作りになっていました。で、こちらがカウンター内部ですね。カウンター下には大きな作業台が設置されていて、コンセントもあるので、IH コンロや業務用のご飯を保温するやつを置いてもいいし、個人的にはクレープメーカーを置きたいところです。で、こちらからのビューはこんな感じ。お待たせしました。こちらが、本日の店長ビュー。お得意さんと話でもしながら料理を作って出すとか憧れるなぁ。お店をやらない場合でも、友人を招いて得意料理を振る舞いたいですね。で、カウンター背面にはシンクが2つ設置されていました。その下には収納スペースもあり、寸胴にスープを仕込んでおいて、ここに置いておく感じでしょうか。ちなみに冷蔵庫は作業台の下に業務用の背が低いやつを置くイメージなのですが、何せお店なんてやったことがないので、視聴者さん的に他にいい方法があったらコメントで教えてください。で、こちらは、収納でした。というより、カフェのパントリースペースといった方が似合う雰囲気です。ここはもともと浴室だったところを収納にしました。なるほど。あれが浴室の換気用小窓だったわけですね。収納の換気にもちょうどいいサイズ感です。右側の棚は可動式になっていて、乾き物や調味料なんかを自由に収納できますね。こちらの棚の上には、業務用フリーザーを入れられるイメージでしょうか。いやー、十分に個人店が開けるレベルの仕様ですね。ということで、キッチン周りは以上でしょうか。これは、もしや。やっぱ取れた場合。お店以外の時は、外しておくスタイルがいいかもしれませんね。続いて、先ほどあったはしごを登ってみましょう。天井高があるので、かなり高さがありますね。ディスプレイしているワインを取るときにも活躍してくれそうです。登った先はロフトでした。資料によると、広さは約5畳。奥行きがしっかりあって広いですね。ここももともと壁で塞がれていたのですが、今回の改造で壁を一部取ってしまいました。なるほど。ということは、ロフト2つ分の広さになっているということですね。ロフト奥はかなりこもり感あるスペース。ローテーブルと座椅子を置いて、書斎のようにも使いたい気がするし、オフの日は時間を気にせず朝寝坊できそうですね。ロフトの手前は玄関側からの採光でめっちゃ明るいです。いやー、すごい景色だな。
で、こちらの壁の向こうはというと、B 君さんの物件を見すぎた僕にはもうわかるんですよ。これは、お隣さんのロフト。自由すぎる立体交差間取りな B 君さん物件では、もはや常識です。あ、正確にはお隣もこの部屋の一部なんです。へ？この部屋の一部？はい。実はこの部屋は離れとセットになっていて、お隣の部屋も一緒に借りれるようになっています。なんじゃそりゃ。隣の玄関から入れるので見ていきませんか？お願いします。というわけでこちらがお隣の玄関。これはホテルのフロントだったところですね。そうなんです。今回フロントから離れに改造して一緒に借りれるようにしちゃいました。ちなみにカウンターは解体した状態でお貸しすることもできますよ。なるほど。あえてこのままにしてテイクアウト専門のお店にするのも面白いかも。コーヒーショップやフレッシュジュース屋さんならできそうじゃないですか。カウンターがなければ個室として使えそうです。そしてこちらが建物マップ。いやー懐かしいな。前回の内見でもほぼ同じアングルでしたね。そうですね。今回は A 棟を改造しました。なるほど。作って終わりにせず、建物をどんどん進化させる B 君さん、さすがです。続いて奥に扉がありますね。それでは失礼して。よっこらしょ。扉の横には、ちょっとした箱がありました。こちらは、収納でした。ホテルのフロントだった時は、ここに書類とかを入れていたんでしょうか。で、こちらが本日のカフェ店員ビュー。いやー、普段はなかなか見られない景色です。さて、続いてこちらの扉はなんじゃこりゃー。まさかのはしごのみで、はしごの先は壁と思ったら左側が空いてました。では登ってみましょう。明るいスペースが広がっていますね。ここはどのように使うイメージなんでしょう？趣味部屋やワークスペースとして自分で使うのもいいですが、オンラインミーティングの場所として人に貸すのも面白いと思っています。へえ。ということは天体も OK ということでしょうか？もちろん OK ですよ。自分で住むのはもちろん、お店としても使えるし、他の人に天体してもいい。なんという自由なスタイル。これは僕にはうまい使い方がすぐには思いつきませんが、面白いビジネスアイデアがひらめいた方はコメント欄で教えてください。ではなくすぐに B 君さんに連絡してください。ちなみにはしご側のビューはこんな感じ。実はこの先がロフトにつながっているんです。は、先ほどロフトで見たあの壁ですか？そうです。入居者の方の希望があれば、隣とつなげることもできますよ。なんじゃそりゃ。ちょうどこの辺りの壁を壊してつなげるイメージですね。すごい。入居前に一部屋につなげてしまうか、このまま離れとして使うか、選べちゃうわけですか。ということは、もしかしてキッチンのところの壁も壊せるってことでしょうか？はい、最初に希望を言ってくれれば、つなげてからお貸しすることができますよ。解体するとちょうどフロントにつながるイメージですね。いやもう僕は頭がこんがらがっていますが、視聴者の皆さんはよかったら動画を止めて、位置関係をイメージしてみてくださいね。一部屋借りたと思ったらもう一部屋ついてくるというだけでも面白いのに、入居者さんの希望があれば2個1にもしてくれる斬新なスタイル。さすが B 君さん、発想が自由すぎます。こげなところに手洗い。というか元キッチン。扉で隠れていたので、うっかり見落とすところでしたよ。壁を壊して一部屋にしてしまえば、まさかのシンク4つになるわけですか。シンク多すぎん。というわけで以上がお店ができる離れ付き賃貸住宅の全容です。改めましてこちらが間取りです。まず玄関入ると壁一面に設置されたワインラックがお出迎え。間取りはロフト付きワンルームで、天井高がしっかりあって開放感がありました。そして奥にはビッグサイズなカウンターキッチン。もともと2部屋に分かれていたのを1部屋にした経緯もあって、これは住みながらお店も十分できてしまう贅沢な広さでした。ロフトも2部屋分で約5畳の広さになっていて、手前は明るく奥はこもれるスペース。そしてなんといっても衝撃的だったのは隣接した離れ。もともとはホテルのフロントとして使われていたようですが、カウンター不要なら入居前に解体してくれる安心対応。というかなんなら壁まで解体してくれるとのことで、これは超斬新なスタイルでした。
で、今回なんでこのような改造を試みたのか、B 君さんに質問してみましょう。今回もまたなんとも癖のすごい部屋になっていますが、何がどうなってこうなったのでしょう？そうですね、ホテルや賃貸、店舗と何か決まった形式にとらわれない自由な住宅があってもいいと思ったんです。ほうほう。今回の部屋で言うと、最初に壁を壊して一部屋にするか、離れとして使うかという自由があります。普通に住んでもいいし、住みながらお店もやるという自由があります。なんなら転退してスペース経営も体験できる自由があります。確かに。この建物には他にも音楽家専門賃貸という部屋があります。実際にプロのミュージシャンの方に入居してもらっていたりするんです。あ、そうだったんですね。ということは、まさかこの建物は防音仕様なんでしょうか？いや、実は全然防音になっていないんです。へえ、どういうこと？簡単に言ってしまうと、自由ということです。今回内見していただいたお部屋は、お店ができる離れ付き賃貸でしたが、下の部屋ではお店をやっているけど、上の階では楽器をやっているみたいな感じで、22時まではおのおの自由に暮らすというイメージです。やってんな。つまり音楽家の方がよく言うお互い様物件ということなんですね。なんとも B 君さんらしい発想。そういう物件はなかなか少ないんですよね。でもその一方、オーナーさん、管理会社、入居者さん、弊社で入居前に面談を行っていて、誰でも入居できるようにはなっていません。なるほど。事前に面談をしっかり行うことで一定の民度が保たれているわけですか？そうですね。特にうるさいのはお互い様というのは一つの入居条件にもなっています。なるほど。でも逆に言うと、賑やかな暮らしが好きな方はとてもフィットしそうですね。つまりここは音楽、飲食、ホテル、賃貸、転貸と何でも自由になっていて、ここに住む人が自分らしく暮らせる場所を作りたい、そんな思いがあって、普通に作ったらこうなりました。ならん。面白すぎ。自由すぎ。B 君さんのことだから、改造した背景には何か理由があるとは思っていましたが、こんな自由な発想から生まれたものだったとは。いやー、物件ができるストーリーって面白いな。今回ご協力いただきました B 君さん、本当にありがとうございました。詳細は概要欄からどうぞ。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。シェーン、ケン、ポン。うふふふふ。チャンネル登録してね。してね。しとると？そうね。グッドボタンもしたと？ありがとねー。